エリーザベト・フォン・バイエルンは、ローマ王、シチリア王及び、エルサレム王、コンラート4世の王妃。また、コンラート4世の死後、チロル白妃、ゲルズ白及び、ケルン天皇、マインハルトと再婚した。エリーザベトは、ビッテルスバッフ派家のバイエルン公王と2世と、アグネス・フォン・ブラウンシュバイクとの間の長女である。1246年9月1日、フォーブルクにおいて、 ローマ王コンラート4世と結婚した。この結婚を通して、ビッテルスバッハ家は、最も強力なホーエンシュタウフェン家の支持者となった。結婚から8年後の1254年に、コンラート4世は死去した。コンラート4世との間にはコンラディンのみが生まれたが、コンラディンは、イタリア侵攻で敗れ、1268年10月29日に、ナポリで残首された。 最初の夫コンラート四世の死から5年後に、エリーザベトは、マインハルディン家のチロル博、ケルンテンマインハルト二世と結婚した。マインハルトにとっては、自分より上位で、年上の元王妃との結婚をする政治的動機があった。1268年に処刑された息子、コンラデンの追悼を望んでいたエリーザベトは、夫マインハルトと共に1272年より、 チロルに新たに、首都会のシュタムス修道院の建設を始めた。1273年1月15日、マインハルトとエリーザベトはそれぞれ、リュッツェル及び来店ハスラッハの首都会修道院の修道院長に手紙を送っている。エリーザベトは、修道院長のシュタムスへの訪問に感謝し、新しく創建される修道院への修道士の派遣を依頼している。最終的に、 カイスハイムの母修道院から13人の修道士が1273年にシュタムスへ派遣された。この手紙により、1273年10月に死去したエリーザベトがシュタムス修道院の創建に積極的に関わっていたことが伺えるが、1275年3月以降に行われたマインハルトによる修道院への寄付においてはエリーザベトについては触れられていない。 この修道院は1284年にマインハルトにより拡張され、マインハルトとエリーザベトはこの修道院に埋葬された。エリーザベトはマインハルトより10歳年上で、夫マインハルトはエリーザベトの死から20年後に死去したが、二人の間には6人の子女が生まれた。1273年にエリーザベトは死去し、シタムス修道院の 小さな木造のヨハンネス教会に埋葬された。1284年に修道院が完成するとエリーザベトはそちらに改装された。主祭団の左側にラテン語の碑文が刻まれた墓碑があり、それには創建者であるマインハルトは妻エリーザベトと4人の子供たちと共にここに埋葬されると記されている。いわゆるオステリキッシュズグラブは 教会の中央神道の西側の床下に設置され1684年に完成し、そこにはエリーザベトの等身大の金色の彫像が置かれている。2000年、息子、コンラデンを記念して名盤が教会の前提に設置された。次女のエリーザベトは、後にローマ王となるアルブレヒト一世と結婚し、後のハプスブルク家の皇帝の先祖となった。 マインハルトとの間の長男アルベルトが父に、先立ち死去した後、次男夫三世が、チロルギルツ伯および、ケルンテン公尉を継承した。さらに、夫三世の死後、唯一生存していた息子ハインリヒ六世が、ケルンテン公とチロル伯位を継承した。ハインリヒ六世はまた、ボヘミア王として即位し、死後両親と同じくシタムス修道院に埋葬された。 コンラート4世との間に一難を設けた。ケルン天皇、マインハルトとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。